衆入場。俺たちは君を待っていた。長期の有料杯と言っていいだろう。使用時はボルタックに尽くし、オースマンダボスキルマッドタックル。テルジャシにカータと中盤を形成、ムードメカでネキセッカン、レナト・オリブエスキルマリシア。シードニー・マリンでシスメダルを獲得し、欧州四大リーグすべてでプレーしたピエール・イオメスキルロングスロー。ソワヒコの胸にアントニオがいる。運動量が多くロナウドに嫌がられたエマヌエレ・フィリッピーニスキル高速ドリブル。左右の足でゲームを組み立てる引退後はペルジャヤミラン U19 中の監督もフェデリコ・ジュンティスキル広角なパス。正確なロングパスで攻撃を押し立てる引退後希望やパレルモの監督エウジェニオ・コリニスキル地広いゲームメイク。ピュアフな運動量で攻撃の圧を積むアモルゾーと間違えないようにクリスティアナ・モロゾースキルルズボルの支配者。ビオラよりウディーネで活躍したベテランらしく的確なプレスファビオ・ロドシッドスキル的確なプレッシング。フィジカルに優れ空中戦に強いロベルトと交演させた人も多いだろうディーノ・バッジョスキルワードプレッシング。サクシからのパスでチャンスを作る現在はされるニタナの監督ファビオ・リブエラにスキルキャッシュをつくロングパス。最終ラインから前線にも顔を出す攻撃手は的確なつなぎルイジ・ピアンジェレツリスキルハハロイ・カバーリング。給料杯の片鱗を見せるボルタキ能力はまだ平板松下アンブロージにスキルハヒロイ・カバーリング。オールラウンドなサッカースキル状況に応じて攻撃にアクセントサブリ・ラムシースキルアショミナ組み立て。テデスコとのコンビは絶妙。ボールタキュ力はピカイチだ。ダビード・バイオフコスキルバランスを取る動き。イマジネーション豊かなパス WCCF では愛された選手フランセリのアマッザレムスキル決定的なミドルパス。マダンの FK の名手ベテイスで多くのゴールを挙げたマルコス・アスンソンスキル FK のスペシャリスト。そして昨日 MF カーチルに白い貢献をするフランシスコ・リマスキルライフな運動量。
終盤のオーガナイザー、ゲームメカとして才能を見せるジャンピエロ・ピンツィ、スキル卓越したボディバランス。機動力のある司令だ。チリ代表では攻撃の中心を担ったダービード・ピーサーロイ、スキル研究のあるゲームメイク。ファードディフェンスでパーサーを潰し、広い事業から中盤をまとめるアントニオ・マラスコ、スキル絶妙な横への展開。ウェロナを支えた中盤のクシー、バランス感覚に優れたポジショニング、アントニオ・マラスコ、スキル絶妙な横への展開。